毎度どうもです。今回が私の動画初めてという方、これからよろしくお願いいたします。台風8号は7月28日水曜日の15時午後3時に秋田県沖で温帯低気圧に変わりました。朝日新聞デジタル2021年7月28日首都圏3県と大阪に宣言を検討、政府30日にも決定へ。大阪巻き込むのやめてほしいな。大阪ってイソジンやったな。維新の正体はティグレ、まだご存知のない方は維新ティグレで検索してみてください。あ、ダメちゃんっていうことがわかります。政府のコロコロリンの対応にあたる経済再生省の西村康稔もティグレフォーラムに出席するやつやからな。辻元清美と共に、せやせや、西村康稔のようなやつが自民にいても、私は、日本国民は今のところ自民しかないねんでって言い続けます。野党旧民主系、角丸枝野率いる立憲や、影薄くなってしまった玉金率いる国民とか維新はオール酸っぱい赤いと思って論外にしとかなあかんねんって。自民の中に赤い酸っぱいのが紛れ込んでんねん。でも基本的にまだマシ、他の政党を選んでしまうとどんどん首絞めて中の国や、そうなんとかいうのあってん、なんとかの部分でん、ろうなんとかのところ、なんとかの部分しよ、キュウリみたいな名前の国、リーの部分はバーやねんけど、ちゃんと言いたいけど言うとまためんどくさいことになりそうやから言わへんねんけど、ああいう国になってしまうねん。プッチンプリンみたいな名前の人、最初スッとした可愛らしい男前やったのに、今奥目の人に変わってしもてるやん。赤い勢力、コミッテル系やったかな、コミッテル、ちゃんと言うとまたややこしいことになるからちゃんと言わへんことにしてんけど、そこと社会の窓みたいなところあるやん、社会の窓主義インターナショナルやねんけど、窓取ってくれたらちゃんとした名前になるわ。福島みずほが副議長を務めているところ、あの人ああ見えても国際的にはすごい偉いさんやねんで、赤い酸っぱい系の。とにかく大阪は宣言に入れずにこのままでやっていただきたいな。さてさて、輪っかが5つ7月28日22時19分金メダル13個、銀メダル4個、銅メダル5つ、合計22個、金メダルの数、日本が1位です。左の翼の皆さん、反対派の皆さん、ねえ、今どんな気持ち？苛立ってくれてるといいな。話題を変えて、7月28日、時事.com ニュース。ダンボールベッド、破壊動画で波紋、イスラエル人選手が投稿か。東京、輪っかが5つ。記事によりますと、輪っかが5つに参加しているイスラエルの野球代表選手が、短編動画投稿アプリ TikTok に投稿したとみられる動画が波紋を呼んでいる。動画はすでに削除されたが、イスラエル公共放送 KAN が28日に Twitter に転載した動画では、選手村の部屋に置かれた段ボール製ベッドの強度を試すため、選手らが次々とベッドに乗ってジャンプし破壊する様子が映されている。私探し出してみました。ダンボールベッドめっちゃ強いやん。イスラエルの放送局によると、動画を投稿したのはベンジャミン・ワンガー選手だという。冒頭カメラの前でベッドを壊すのに何人のイスラエル人が必要かを調べると説明した後、ベッドの上でジャンプ、5人の段階でもうすぐとのナレーションが入り、最終的に9人で破壊された。ベッドの残骸が映されて締めくくられている。イスラエルの放送局 KAN のツイッターには、英語やヘブライ語などでベッドには日本人の税金が使われている、アスリートとして恥ずかしい行為などのコメントが寄せられた。これはもう賠償金を請求すればよろしい。イスラエルの選手によってとても頑丈なベッドって立証されたんですけど、7月28日のワウコリアの記事で、重量上げ109キロ級ハンノ国選手、ボロボロなダンボールベッドの映像投稿1週間だけ耐えてくれ。
イスラエルの選手が9人で破壊した別棟。ワウコリアの記事によりますと、重量挙げの109キロ級に出場するチンってやつが壊れた段ボールベッドを公開した。チンってやつは去る27日 SNS を通じて、1週間だけさらに耐えてくれ、試合まではという文言とともに映像を投稿した。映像には壊れかけた段ボールベッドを触る姿が映し出されている。これを見たネットユーザーらは、早く交換した方がもっと丈夫に作ってほしい、呆れて物が言えないなどの反応を見せた。イスラエルの選手9人でようやく壊れたベッドやねんけど、200キロまで耐えられると伝えられていた段ボールベッドだが、それに対する物議は途絶えていない様子だよって。西洋の選手たちも床で寝る練習をしなければなどと不満を漏らし、座ってすぐに崩れたベッドの状態を投稿している。だったら組織委員会に変えてくれって言うたらええやん。ほんまに座ってすぐに崩れたベッドやったんかな。なんか疑わしいのよね。7月27日のエンカウントっていうニュースサイトの記事、選手村のダンボールベッド、以前よりよく眠れる海外女子選手が証拠動画公開で議論やって、腕時計の睡眠データを紹介、とてもいい、いつも以上の診断結果やって、輪っかが5つ、女子アーチェリーのメキシコ代表のアナ・バスケスさんが自身の TikTok を更新、ダンボールベッドの快適さを明かし、証拠動画をアップして反響を呼んでいるやって。バスケスさんは、全てが見た目通りとは限らないと記し、一本の動画をアップした。まあ、確かにダンボールベッド見た目しょぼやねんけど、映像ではダンボール製のベッドだから寝心地が悪いのではないかという意見が多かったという文字が流れ、選手村に置かれたダンボール製のベッドが登場、続けざまに装着している腕時計の睡眠データも公開し、とてもいい、いつも以上の診断結果が出た、実際の数値データなどを紹介しているやって、最後は笑顔のバスケスさんが OK サインを手で作りながら、だけど以前よりとてもよく眠れるようになったと明かしたやって。選手村のダンボールベッドは選手の個性に合わせてマットレスのパーツが肩、腰、足別にアレンジ可能で、体圧分散性に優れるベッドの耐荷重は200キロ、リサイクル可能なダンボール製のフレームで再利用されるポリエチレン素材のマットレスも特徴だやって、コメント欄では紹介ありがとう、最先端のベッド、確かな技術があってこそだね、デザインをコピーしよう、日本は私たちを驚かせてくれるなどのコメントが並んでいたやって。イスラエルの選手たちもベッドの耐久性、素晴らしさを世に知らしめたって形やねんな。あの反の国だけなんかイチャモンつけたいがためになんかしましたかやねんけど、知らんけど。